皆さん、こんにちは。アカリんことよしのあかりです。さあ、今日はですね、こちら、アイハーブでの購入品を紹介していきたいなと思います。海外のサプリとか食べ物とかいろいろ気になるもの買ったので紹介していきます。それでは今日も行きましょう。アカリンの収力動画、スタートです。はい、ということでこちらがアイハーブでの購入品になるんですが、アイハーブって皆さん使ったことありますか海外のサプリとか食べ物とか日用品いろんなね、種類の商品が買えるサイトなんですけど、あとなんか健康志向の人がよく使って、 ているるイメージなんんんででですけど海外でしかか買買ええへんもののとか結構たくさん買えるので私がね、知ったきっかけは、ま、なんか YouTuber さんとかがアイハーブでいろいろ購入品紹介してたり、ダイエット系の人の YouTube とか見てたら結構アイハーブで買ってる方とかも多いから、そういうので知ったりとか、あとなんか、いつの間にか <laughs>、昔そうでもなかったじゃんと思うねんけど、私が実家を出てから、親がすごい健康志向になりまして、年齢とかもあるのかなわかんないけど、私の親も結構アイハーブでお買い物して そういうのをきっかけに私も使うようになったんですけどなんかねいろいろ買ったんですよ。 まず、こちらーピー。ナッッツバターーーカンンパニーのオールドファッションクランチなんか、ピーナッツバターはダイエット系のね、YouTuber ーーさんが結構なんか、紹介してるイメージがあって <laughs>、真似して、とりあえず買ってみたんですけど、私、プロテインをいつも飲むんですけど、なんかずっとプロテイン飲み物で飲んでると飽きちゃうから、たまになんかベーキングパウダーと、粉末のオートミールとかと混ぜて、マグカップで電子レンジで簡単にできる、プロテインパンケーキみたいなの結構作ったりするんですよ。でその時に にまあ、味変でピーナッツバターあったらいいなと思って買ってみたおーめっちゃピーナッツバター <laughs> ちょっと変な開け方になっちゃったこんな感じでつぶつぶのピーナッツバターが入ってるんですけど <laughs> ちょっとお行ぎ儀ぎ悪いけど蓋のやつちょっと舐めてみよううーん 甘みとかは全然ないんですけど、めっちゃピーナッツバターの味がする。あ、でもなんかほのかに後から甘みが来るわ。美味しい。これをちょっとあの、プロテインパンケーキに入れて食べようかなと思って買ったんだ。ということで、まずピーナッツバターと、続きまして、こちら、ランフーズの鉄分のサプリで120粒入ってまーす。鉄分が足りてないなって思うことがちょこちょこあるので、私もサプリ、ビタミン系のサプリと、あとはまあ飲む日焼け止めと、あと保湿系のサプリ 飲んんだりとかしてるんですけど生理前とか鉄分足りてなくてフラーってすることあるし鉄分はしっかり取った方がいいなと思って鉄分のサプリを買いました亜鉛のサプリも欲しくて髪の毛とか綺麗にするためになんか亜鉛のサプリいいよみたいな言われたので亜鉛のサプリも探してたんですけど亜鉛のサプリはどうもちょっと品切れだったので鉄分だけとりあえず買いましたはい続いてコスメエルフのクリアブローラッシュマスカラこちらなんと412円 まもなくお風呂が沸きます。ということでお風呂沸かしてるんですけど <laughs>、こちらエルフのなんか眉毛とあのまつ毛の透明のマスカラなんですけど、まつ毛はまどっちでもいいねんけど、なんか眉毛の透明マスカラいいの探してて、めっちゃ安い句であるやんと思ったから買ったんですよ。なんかこんな感じのスクリューブラシになってて。ちょっと眉毛立ち上げてみるああ、でもいい感じ。 眉頭立ち上げんのに色付きの眉がマスカラだとコペってなっちゃったりとかするしちょっとあの方向を定めるだけで使いたい時とかさよくないと思ってなんか今日買うって勝手かいなもう一も回一日仕事してきたからさ使いやすそうな感じですねで私が今使った方が眉毛でこっち反対側はまつげの透明マスカラになってるみたいですすっぴん風メイクの時とかも使えますよね安くない ?412 円 はい、続いて、こちら。前にこれは買ったことがあるリピート商品なんですけど、クレストってところの 3D ホワイトストリップっていう貼るタイプのホワイトニングみたいな感じ。なんかシールタイプのやつです。基本的に私ね、歯医者さんでホワイトニング通ってて、回数終わってるけどなんかちょっとやっぱ気になるなって時とかにあったらいいなと思って買ったんですよね。簡単になんか貼るだけでできるので。 便利ちょっとこれは値段が高めで7731円でしたさあ続いて韓国コスメとかも売っててこちら私の大好きなブランドコスワール X のアルティメットノーリッシングライズのオーバーナイトスパイスマスク2036円クリームパックみたいな感じですね塗って寝る感じのクリーム開けるとこんな感じですごい伸びのいいみずみずしいクリームで 匂いもそんなにないですね。なんかライスエキスが配合されてるらしくて、商品説明のところに明日に期待って書いてたから <laughs>、ちょっと期待して買っちゃったよねっていう感じなんですけど、私今コスアレックスマジで大信用してるので、結構何使っても私いい感じなんですよ。なので、これも期待してる。そして食べ物。こちらボブズレッドミル。 っていうやつで、パンケーキミックスなんですけど、なんとグルテンフリーなので、小麦粉を摂取せずにパンケーキが食べられるというダイエッターの味方。どうやって作んねやろ ワッフルもこれで作れんねんって、すっごい書き方大雑把。ワンカップのこれと卵と4分の3カップのミルクを混ぜたらパンケーキができるみたいな感じみたいよ。これとさっき紹介したピーナッツバターちゃんと食べてみたいと思う。まあ、なんかやっぱ小麦って一番太るなって感じるんですよね。あと肌にも影響するから、なるべく摂取の回数を減らしたいなっていうことで、あの、お友達と外でご飯食べるときは私あんまり気にしないんですけど、家で一人でご飯食べるときは結構 こうするの考えてて食べてるんですけどでもやっぱさ、私小麦好きなんで、とかパンケーキとか食べたくなっちゃうんで、こういうのでちょっとやってみようかなと思いまして買ってみました。はい、あと続いてこちら、フラップジャックっていうところの、マイティーマフィンっていう、こちらは電子レンジでできるマフィンのやつで、なんとこれに 20g もプロテインが入ってるんです でいろんな人のアイハーブの購入品みたいなと思ってインスタで調べてたこれが美味しいって書かれてたので私はこのダブルチョコレートのね味を買ってみたんですけど美味しかったらいいなとか思いつつ買ってみましたカロリーは230カロリーあるけどでも 20g がプロテインだしまあ良さそうかな ちょっとと食べてみたいと思い思ますそして続いてこちら最後ですねホワイトエグレットパーソナルケアのエプソムソルトの私は無香料のものを買いましたこちら1612円ですねダイエット中のお風呂はいつもエプソムソルトを入れるんですけど匂いも何もない無香料のものを買ってみましたたまになんかお風呂にアロマ垂らしたりとかもするから無香料でいいなと思ってエプソムソルトを買いました っていう感じで以上が私のアイハーブの購入品になりまーす。いかがだったでしょうか ?YouTube で紹介はしたことなかったと思うんですけど、なんかまあサプリ買ったりとか、こういうグルテンフリーのなんかちょっと健康志向なもの買ったりとかするのにちょこちょこ使ってたりします。アイハーブってこんな感じでいろんなカテゴリーに分かれてて、自分が欲しいものとか探してるものすごく見つけやすいし、すごいね操作自体も簡単だし、細かいこととか結構載ってたりするので、自分が今探してるもの 見つかると思うので、ぜひアイハーブ使っててて探してみてくださいで今回私がまあ購入品で紹介したものの在庫数はまあその時々によって結構変動があるのでもし在庫切れの場合は再入荷通知を設定したら入荷した時にすぐわかる便利な通知機能もありますので在庫切れだなっていうものはぜひそちらを活用していただけたらいいんじゃないかなと思います。あとなんか定期便もあるみたいでお気に入りの商品とかあったら定期便を利用してみるのもいいんじゃないかなって思いました。そしてね、ここでお得なお お知らせなんですけど、今だとコード入力で15%オフになる期間限定のクーポンもありますのでまだアイハーブ使ったことないよっていう方はぜひこれを機会にこのねクーポンコードを入力してみて、気になった商品買ってみてください。昔はそんなに健康志向じゃなくて食べ物の成分とかも気にしなかったしその時食べたいものを食べてダイエットする時は本当に食べないみたいなことしてたんですけど、見た目にめっちゃわかるほどのリバウンドはしてなきゃいいかもしれんけど精神が不安定になるようなダイエットを繰り返したりリバウンドを繰り返し たたりっってていうこともちょっとしてたしやっぱりなんか健康的なご飯を毎日摂取して自分の体に向き合ってた方が気持ちも安定するし毎日が楽しく明るく過ごせるなっていう風に感じるようになってきてこの年で美容に関しては前から好きだったけどプラスで健康を考えるようになってきたのでアイハーブはもっともっとこれからいろんな商品知って活用していきたいなと思ってるのでぜひ皆さんのおすすめあったらほんと知りたいので教えてくださーいということで今日はですね私のアイハーブでの購入品を紹介しましたこの動画で 良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますではまた次回の動画もお楽しみにあかりんことしたあかりでしたバイバーイ